どうも皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。あれれれれにチャンネルのレニと申します。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日もルイジーマンション3やっていきたいと思いますが、今日はですね、いつもフロア攻略で、ちょっと待っていきなり出てくんなよ。まあホラーゲームですね。ちょっとさっくり倒しながらお話しさせていただきたいんですけども、いつもフロア攻略させていただいてるんですが、次の15回で一応ストーリー上は終わりになる予定です。ちょっとストーリー、いや見てないからわからないんだけど、多分次で終わり、ボスラスボス戦になるので、その前にですね、私他のフロアの宝石を攻略しきれてないので、あと1人どこだ？そう、あと1人攻略しきれていないので、その子だけを攻略して、その子っていうかその宝石の攻略だけしてからラスボス戦にちょっと挑みたいなと思っていますので、だけ行こうかな。あれダメか、いけると思ったんだけど、ほっなんか遊んでるんだよ今ちょ、やばい、 LINE の音入っちゃったね。お、やった、なんか攻略した。これだ、かっこいい、見た今、なんだここは。はっ、金銀財宝のお部屋じゃん。やっほー金だ金だ金だ。あ、ついでに宝石、今から宝石のクリア行くって言ってるのに、やっぱりお金の方が大事な私。前回普通にストーリークリアしていた時に、ここにこの謎のね箱が出てくるのが、これ宝石関連かな。ここで前何するか分かんなかったんですけど、この前私たまたまのマリオ35の配信見てて思ったんですけど、ジャンプじゃないかなと思って、へい、違う、やっぱりこれっぽそうじゃない。ほら、来た、イエーイさりげなくマリオ要素を入れてくるクイージーマ、ルイージーマンション。キラキラしてる、これ何、なんだろうこれ、おや、なんだこれ、電話、これ何、これは最強の掃除機、かっこ29,800円じゃないですか。ここ破壊しちゃって2系ですか。うわーやべえいやいやいや、すごい、見てアフロの、あー気持ちいい掃除だった、アフロまみれじゃん。やばいやばいあれは吸えないんだ。あれも吸えないのか、なんか仕掛けないのか。お、これは、おお、仕掛けてなんで、あ、そういうこと、やったあ、いけた、テーブル浮いとるしこれは絶対これでしょ。
クリスタルお化けだから、これ宝石お化けだ、やった余裕で、心持ち余裕でやる、イエーイ、いいね、いや、余裕か、ちょっと勢いやばくない？あ、壊してしまった。あ、やった。パンディスコフロア。全方的ゲット。やばいやばいやばい。金金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 。じさん書いてるやつ、いやいいね、ついに全部のボタンを取り戻したで、なんかこのゲームいつからか やってるか忘れちゃったけど、もうこんなとこまで来てしまったんだね、パジーンとか言って遊んでたんよ、誰も来ないのいいね、あえっ、なに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 、やばい、ポルターガイストがこの部屋に何かいるぞ、おお前出てきた、まああれお化け倒せないけど、ちゃ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 吸わせてくれ、ウィここがなんか音がするんだよね、ここに乗ると、あ、わかります、左端、みんなわかる、左端ほら扉開いてる、あそこだ、グイジクに撮ってもらおう、ここかな、この辺、この辺だと思うんだけど、あれ、あ、こっちか、外かよし、ナイスウェイトリング、ウェイトルームだった、ん、なんかめっちゃブルブルする、なんかブルブルする、この辺だ、え、なんかめっちゃブルブルする、ブルブルする、ない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 、なんかめっちゃブルブルするんだけど、気持ち悪いな、あ、こっち行くとなんかめっちゃ強くなる、あ、ここめっちゃ震えてる、これやばい、これやばい、あ、出た、そうか、隠れてるさ、忘れてた、でこれでめっちゃ可愛いんです、舌を引っ張ってぶん殴る、ほらほらほら、めっちゃ可愛くない、なめんなよ、オラ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 、テレサゲットたち、なんか各回にテレサどうやらいるっぽくて、まあ全部ねコンプリートして、この探索中にできたらいいね、変わらなくなった、なんで、ないないない、え、ランニングしてる、
やったナイス。わからんな。お金や。やったね。よいしょ。これ邪魔邪魔邪魔。やったにー、ゲット。複雑な思いにさせられるな。結構探したんだけど今の時間。コンプコンプコンプ、行くぜ行くぜ、どんどん巻いていくぜ。あれ、ここクリアしてるぞ。うーん、ここはですね、動画探します。あと2個か。あ、これだ。あ、正解。さあ、いたいたいた。へへへへへへ。邪魔の下を引っこ抜いてやろう。金だ、金。コネ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 。よし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 。あ、いたいた。多いお部屋をさ、こう下の曇りが、曇り霧で見やすいっていうことだ。よいしょ、こいしょ。イエス、イエス、イエス。声かわいい。見て、ライト下向きになってる。サムネイル。おう。おえ？あ、どういうこと？すげえ。脱ぎ捨てようと思っただけなのに。やったね。やばい、ポルターガイストが。ふうふう、こんなに暗いと産地が大変なことになっちゃう。ライト系かな。なんだこれ。そんな出方あり。思い出せません。あ、あと2個じゃん。赤と、赤と黄色かな。おぉ、宝石だ。ん？何も出てこない。なんだこれ。おぉ、おぉ、ちょっと待って。やめてやめてやめて。ルイージ、私が守る。あ、これあれか。どっちかが引っ張らないとダメか。よいしょ、よいしょ。へぇ、かっこいい。かっこいい。かっこよくないこの仕掛け。嬉しい。このヘビさ、なんかありそうだったのにさ、結局なんもなかったよね。なんか動くんかなとかめっちゃ思ったけど、結局なんもなかった。ここもかな。任せなさい、名探偵レニとお呼びください。私は西の名探偵高校生。やった、やっぱりあるじゃん、蛇の口の中に。ふっ。Y は西の高校生名探偵。びっくりするぐらい関西弁がクソって。というわけで、ちょっと時間もいい感じなので、今回はここまでにしたいと思います。
そう、私のわがままでね、ラストお見せできるところなんですけども、宝石コンプ頑張ってます。次回も他のフロアね、まだ終わってないので、他のフロアの探索行きたいと思っております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。